久保さん、講義したらしいじゃないですか。僕も毎月ね、ドリームアカデミアで、あの、講義提供してるんです、作ってね、提供するんですけど、まあ、あと新商品作るときとか、ジャケット着てね、こうビシッとやって、まあ、気持ちが全然違いますよね。無料動画と。<laughs> やっぱね、ドリア、特にドリアカの講義に関しては、全然やっぱ気持ちの入り方が全然違いますね。うん、なんか、お、うん、思い入れがあるというか、 まあ、あと22年、まあ、講義作り続けるか、60歳になった時、ジャケット着て、何話してんだろうな、のかな、とか、思うと、なんか、すごく、意味深い、自分の中ではね、あの、ありますけど。で、下積み時代ですね。まあ、今僕がこうやって、こんな人生遅れてるのは、 まさに下積み時代12年ぐらいですかまあでもこの12年の思い出が、うん会社に泊まってる思い出しかないので、まあ、良かったのか悪かったのかということは、まあ悪かったと。でも悪かったからこそ今があるかなと思えるし、 うん、まあ時間、一番か世の中に価値,価値、一番世の中で価値があるものとがあるとするならば時間だと思うんですね。だから20代の時にもっといろんなことできたのかもしれないです。みんながなんか友達とね、なんか遊んだりとか、飲みに行って遊んだりとかしてる中僕は会社に泊まってずっと20代やってましたから。うん。だからなんだろうな。 久保さんだからできたとか、吉谷さんだからできたとか、あーまあ、これからも言われることが多々あるとは思いますけど、うーん、単純にその、原因と結果の法則じゃないですけど、今があるのは、それ相応のことをやっただけなんですよね。単純に。で、まあ、何をやるかによってもちろん変わります。うん、コンビニのバイト下積みで10年やっても、 まあ、うんまあ他でね例えば何か、うん、芸人を目指してるっていうところでコンビニのバイトしながら芸人目指してるで芸人で花が咲くっていうこともあるかもしれないですけどコンビニのバイトだけではなかなか難しいんじゃないかなと、うん、だからまあ何何を下積みするのかっていうのが、まあ、結構大事なのかなと思いますね特にまあもうなんだろうな インターネットですよね。これを最大限に活用する下積みっていうのはすごくあった方がいいと思います。久保さんが1億円見えたっていうね、話があったんですけど、僕が過去にね、ネットに入る前に僕も未来が見えた出来事がありまして、それが、あの、就職活動で失敗して、まあ、大学卒業式が3月ぐらいですか 3月卒業式ぐらいだと思うんですよ。で、4月入学式みたいな流れですよね。で、2月に滑り込みで訪問販売のね、会社に、まあ、内定が決まって、そこの会社は倒産しまして、3、4ヶ月で。その後、ニートになって、で、その期間中に、あるね、僕は実は、まあ、車の板金屋さんに、 入りました。車は好きだったんで、まあオートバックスにも行ったんだけど、そのダメで、板金屋さんは行けたんですよね。下町の板金屋さんですね。で、1週間で僕は飛んだわけなんですけど、なんで1週間で飛んだかっていうと、未来が見えたんですよね。先が。ここで30年働いて、果たしていいのかと。で、休憩中はね、 まあその親方っていう人が、タイトルは親方にしようかな。まあ、親方が、まあ,その、ね、あの町,町の板金屋さんですから、親方、師弟関係みたいな感じですよね。で親方があ休憩中ね、タバコ吸いながらパチンコの話ばっかりするわけですよ。でつまんないみたいなね、仕事つまんないみたいな。まあその人、中卒から働いて2、30年働いてるんですけど、そこでね、働いてたんですけど。 で、あとは社長が来た時に仕事してるふりをしてたんですね。それは僕はずっと下で見てたんで、わかるわけですよ。社長が来たら、見回りに来たら仕事してる風景みたいな。うんで、まあし、進んでないというか、まあ早く終わらすと多分早くまた違う仕事が来るからっていうところで、まあ調整してたんでしょうけども。まあそういうのを見てて、俺はここで10年、20年、30年働いたら、 こうなるのかと。親方、親方みたいになるのかと。もしその時に憧れているような、あ、こんな親方になりたいな、という親方の下についてたら、やめてなかったかもしれないですけど、なんかその親方の背中っていうのが、僕には、親方の背中にしましょうか。これいいんじゃないですか。うーん、なんか、なんか、あの、 ふに,に落ちないというか、なんか、うん、来なかったんですよね。で、まあ、まあ、社会的に言ったら、まあ、最低の人間ですけど、あの、と飛びましたからね。うん。一週間で損切りです。ロスカットです。<laughs> でも、じゃあ、再就職先が決まってるから、切ったのか、飛んだのか、ではないんですよ。別に行く、行く当てもないし、 何もないんだけども、ただ先が見えた。ここで20年、20年、30年働いてたら、こうなるのかと。もう見えちゃった。未来がもう見えちゃった。で、その未来が見える、その未来が見えた未来があまりにもつまらない。うん、自分が思い描くような未来ではなかったと。だから、損切りしました。ロスカットしました。もし、あの時辞めてなかったら、まあ今もないですけど。うん ま手紙書きましたけどね、すいませんと、給料いりませんと、申し訳ないと。うーん。だから僕が考えたのは、もうそこで1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、1年は働いたら、まあ、本当に辞めづらくなるだろうなと。1週間で雑用しかしてない人間が辞めても、そんなに会社にいたではないかなと。だから辞めるのと早いうちに辞めた方がいいと。で、給料もいらないって言ってるから。まあもちろん、あの、ご迷惑か,かけてる部分はありますけどね。うん。 だからまあ何を下積みするのかっていうのは本当に重要だと思いますもし僕が板金屋さんであの下積みを10年20年30年してたらこんなね生活はできてなかったです一生です多分一生できてないです間違いない親に BMW 買うとかねまあ無理でしょうねまあ無理ではなかったかもしれないけどもんん無理かなうん難しかったでしょうねうーん 流されて、人に合わせて、まあそういう人生を送ってたのかなと。今は自分で全部決めて、自分の選択、自分の責任で全部生きて、24時間、好きなように生きると。久保さんとのやりとりも、好きなように回答する。来たら返す。来たら、来たら返せる状況、しかも <laughs>。これね、僕がサラリーマンで働いてて、 8時間、12時間働いてたら、こんなレスポンスで返せないですよ。うん、暇だから返せるんで <laughs>。うん。で、あとは、まあ普通に予定入ってたらね、返さないし。<laughs> 自由です。もう自由 <laughs>。そう。たまにあんまり返さないと、なんか久保さんからちゃちゃ入れられますけどね。そう。うん。 ああ、ぼやきですね。親方の背中。懐かしいですね。ちょっとした、したっちゃいましたね。<laughs> 懐かしいなと。もう20年前、もう20年、だって21、2とかでしょその時だから。もう二十もう二十 20, 20年ではないか。10?15 年、7年、17年前か。17年前のことですね。 はっきり覚えてますね。あの、板金屋さんの勝手口というか、ドアノブにね、あの制服というか、あの、つなぎですよね。つなぎをビニール袋にいて手,手紙入れて、こう、やめてったっていう。うん、まあ人生いろいろですね。いってらっしゃい。